今から800年余り前、源平倶利伽羅合戦で大活躍し、源氏の総大将木曽義仲を勝利に導いた地元の武将がいました。小矢部水巻に住んでいたといわれる水巻四郎安隆、小太郎安常です。巴御前の率いる軍勢千騎の道案内をしたと記されています。鎌倉時代の物語源平浄水記には、牛の角に松明をつけた奇襲作戦火牛の計が登場します。この火牛の計を通して水巻四郎と巴御前に思いを馳せてみましょう。火牛の計は中国の春秋時代、西の国の伝丹将軍が用いた戦術で、司馬遷の史記に記されています。倶利伽羅合戦の火牛の計は源平浄水記に登場します。巴様のお呼びじゃ、何のご用かの。父上、巴様といえばお美しい方だと聞きますが。そうじゃ小太郎、巴様は美しいばかりじゃないぞ。戦になれば一人で千人の敵を相手にするような強いお方やそうな。行くぞ小太郎。おう、四郎殿、よう来られた。おう、次郎殿。巴様がお待ちじゃ、こちらへ。巴様、水巻殿が参られました。私が義仲様の軍勢を預かる巴です。水巻殿に来てもらったのは、この倶利伽羅山の道案内を頼みたいのです。それともう一つ、義仲様から大事な頼みがあります。牛をたくさん集めてほしいのです。え、牛を？そんなにたくさんどうされるんですか？こたびの戦はおそらく後の世に残る激しい戦となろう。我ら源氏は平家の半分の兵力しかない。そこで作戦じゃ。燃え盛る松明をつけた牛で平家の大軍を追い込むのじゃ。父上、そんなことできるのでしょうか。牛のことはまず牛飼いたちに聞かないと。おう、そうじゃな。明日牛飼いたちに来てもらおう。水巻殿、
クリカラでの戦は何としても勝たねばならぬ。どうか牛飼いたちをまとめてくれぬか。お任せくだされ、巴様。実は巴様の頼みなんじゃが。皆よう聞けよ。松明をつけた牛を平家に突っ込むんじゃ。よしできんできんできんなできんできんそれ。いやー、できるかもしれんぞ。人のやらんことすればきっと勝てるぞ。そうやな、お頭の言う通りや。よし、やるぞ。牛たちは俺の言うことをよー聞くぞ。おお、家族のようなもんじゃ。ゴンベイは奥かえり言うことを聞くぞ。そうじゃ、かつてない火牛の奇襲を成功させるのは地元の皆の力ですぞ。そこまで頼りにしてくださるとは嬉しいの。水巻殿、牛飼いたちよ、平家を打ち破るぞ。おいや、源氏はもうすぐ近くまで来ておるぞ。しかし見てみろ、この険しい山を。谷も恐ろしく深いぞ。すぐには攻めてこないだろう。戦はきっと明日じゃ。次郎殿、ここから分かれて進軍じゃの。次郎殿、地元の者の力の見せ所じゃな。いざ進軍じゃ。おー、源氏軍は小矢部川を渡り、六手に分かれて進軍してきます。巴御前を対象とする一戦機は水巻の城、小太郎を道案内とし、小耳が入りより源氏が峰へ攻め上ります。義仲本隊三万騎は羽生より猿馬場の平家本陣を目指しました。一方、日持ちの次郎兼光の一帯は加賀の国の住人林、戸賀氏の二人の武将を道案内とし、南谷を通り、津幡の富田、竹の橋から平家の背後を抑えます。義仲は平家の大軍を囲むように布陣します。挟み撃ちにし、夜襲をかけて一気に打ち破ろうとしたのです。野獣じゃー、野獣じゃー、野獣じゃー、また、また、また、化け物だ、化け物だ、これ、待て、野獣じゃー。
生きて帰ってこいや。を着ても鎧は傷、刀一振りに 2,3 人が飛びつき、踏み殺され、蹴殺され、ただ我先にと逃げました。ただ一つ声の聞こえない南の方向へ逃げれば、そこは深い地獄谷。おらっちゃんの人どうなったんかな、帰ってこんね。そうやの、あの山の向こうの空の果てまで追いかけていったんかの。ごんべい、ごんべい。義仲が最も輝いた栗から合戦の大勝利、その後征夷大将軍となりますが、時の権力者後白河法皇と対立し、近江の国の粟津ヶ原で最後を迎えます。義仲のそばにはいつも巴の姿がありました。お前は女だから生き延びて、私や家来の菩提を弔ってほしいと義仲に諭され、涙ながらに落ちていったということです。義仲様、義仲様、葵殿、ここで戦ったこともあったけどの、あれからどれだけ経ったかの。ここへ来るとみんなに会えるような気がしての、こうして手を合わせていると、義仲様、葵、そして兄上たちとお話ができるが好きでの。もうこれは何と申す花じゃ。はい、賢秀人様、葵の花でございますよ。
そろそろ。幻よ、夢よと変わる世の中に、など涙しも尽きせざるらぬ。小矢部市では毎年7月、火牛の刑にちなみ火牛祭りが行われています。藁で作った大きな火牛を引く勇壮なお祭りです。牛しゃい坊は栗から合戦に行った牛が帰ってこないので悲しんで、農民と僧が供養のために待ったと伝えられます。巴御前はこの地で91歳まで生きたという。Thank you.